高賀三郎緑色の犯罪1白樺の林小松の林はいつかまばらな名もない雑木の林に変わって一面の草原となりところどころの草むらには萩の花がほろろと散り桔梗なでしこの花が咲き乱れその間を つま先上がりの小道はどこまでも続き行く手の山あいには濃い霧が立ちこめていました雪解けの水なのでしょうか昨日の雨に勢いを増して浅瀬ながらにも音もなくとうとうと流れて幾度か歩いていく小道を横切りましたがそこには朽ちかかった板にしてもとにかく人の渡れるようにかけてあるのが心細くも いつか人が歩いた道であることを示していました。昔の私なら、画集があると言ってスケッチブックを開いたでしょう。今の私はそれどころではありません。親切な F ホテルの人たちに気づかわしげに見送られてその玄関を出てから、もう5時間近く歩いているでしょう。F ホテルのあるところが すでに3,000余尺の富士見高原の中心地ですからそこからなだらかな勾配ながらも上り一方でしたから今はもう5,000尺近いところに登ったでしょう8月の初めというのにこの辺りはすっかり秋景色でした1万尺近いいくつかの峰を包還して大しくそびえているがたけは八方にそのなだらかな裾野を引いていますので どのふもとからでも登山道はありますが私の選んだのは最も人の登らない道の一つでしかもある目的のために途中から登山道でない脇道に入りましたから山盤や木こりにさえ合いませんりからの薄曇りの空合いは正午というのに夕暮れを思わせるようないぐさです新山の真昼の静けさ ただ、1人歩いていく、私には山の霊気が私の魂に何事かを囁きかけるように思われました。私は人に会わないということを覚悟しながらも風のためか、それとも野獣でも往来するのか、時々草むらが傘こそと音がするたびに、もしや人かとはっと胸をどよめかすのでした。というのは私が。 必ずしも人を恐れるののでではないのです。もしこんなところで私の姿を見る人があったらその人はどんなに驚き恐れるだろうということを心配したのでしたどんな新山で出会ってもその人が木こりか山番かとにかく山の人らしい風をしているならまたは登山服で身を固めてリュックサックをりりしく背負っていたら 誰も驚きはしないでししょう。しかし、めったに人の行き来しない山奥で、よれよれの浴衣を一枚着て、顔色青ざめ、ひげをしょぼしょぼ生やした痩せこけた青年に出会ったら、誰でもきっと、君の悪い思いをすることでしょう。今、山また山の道らしい道もないところを歩いている私の姿こそ、 まさにそれなのです。F ホテルの人たちも私がこうして山の中に分け入ったということは少しも知らないのですいつまでたっても私が帰らないので怪しみながら私の残しておいた古ぼけたバスケットを開けてみて中に古新聞のほか何物も見いださなかった時にホテルの人たちはどんなに驚くでしょう彼らは、 私が病気療養のためにこの高原地方に来て朝食後ほんの近所へ散歩に出たことと信じているのですあの親切な旅館の人たちを欺いたことは深く私の両親をとがめますしかし過去三年にわたってゆべからざる不幸を受けた私すでに自ら死のうと覚悟している私にとっては そんなことを考慮している余裕はありませんでした。道は迫ってきた山に突き当たって、急に険しくなりました。ようやく足をかけるだけの幅の道はつづら折りになって三屈を廻まわっていきます。私は崩れ落ちる砂とともに滑り出しそうな足を踏みしめながら、あえぎあえぎ登っていきました。 二三丁ほどこうした険しい坂を上りきりますと道はまた元の緩やかな上り道となりました私の弱った肺と心臓はもうこれ以上の前進を許さないようでしたしかし私はただ一目目的のものを見て死にたいのですただ一目何の理由もないのですまた果たして 目的のものがそこにあるやら、それさえも確かではないのです。それなのに、私は三年間の極中生活にただそれのみを思い続けてきました。私は疲れたのです。きっと何者かに疲れ呪われているのです。私は何者かの恩量のためにこんな深山におびき寄せられてのたれじにをするのです。 しかも私はみすみすおびき寄せられることを知りながらこんなところに来ることを拒むことができないのですこの山中で死ぬことを拒むことができなかったのです道は大きく曲がって山陰のジメジメとした小暗いところになりましたが行く手の谷間に思いがけなく こんもりとしたがだいぶん長い間そうした茂った森を見なかったのでそれがなんだか異常なものに見えてハッとしましたがだんだん近づいていくうちにひとかたまりと見えた森の木が一本一本分かれて見えてきてその間にふと屋根らしい格好のものがちらりと目に入りました。私は、 ドキンとしして立ち止まりまりた。長い間の風雨にさらされてひさしは口、軒は傾きペンキはだいぶんはげ落ちていましたが確かにその昔緑色だったことを示していましたああ緑の家三年間獄中に思いもだえていた緑のあばらや私は 私はとうとうそれを探し当てたのでした23年前の「夏の夜」でした私は浅草のある活動写真館で一息れにむされながらスクリーンに見入っていましたそれは医学博士であり同時に文明の高い唐木氏の原作にかかる 高原のの秋という作品を脚色したもので、映画制作者は特に高原にロケーションをして撮影したというのでかなり評判のものでしたそのロケーションに選ばれたところは八ヶ岳山麓の見高原でした。原作では「八ヶ岳山麓」には違いないが「富士見とは反対側「柵」の方らしいのですが映画に特に「富士見を選んだのは唐木博士が「 日光療法を交渉して、不死身に日光治療院という堂々たる病院を建設して成功を収めていたので、博士に敬意を表すべく道地を選んだらしいのです。しかしこうしたことは、私の物語に直接関係はありません。ただいま言う映画面に、不死身を中心とする八ヶ岳の実写があったということが、私に異常な運命を投げかけたのでした。 画面に本筋と何ら関係なく、ただ山また山の新山の気分を出すために断崖や遊牧の列車が次々に現れましたがそのうちに道もろくにないような山間にこんもりとした林に囲まれた西洋館がひょっこり映りました西洋館といっても粗末な板囲い同様のもので住んでいる人もないようでしたが私は場所が場所だけに おやと思っとたた。のでしたその家は今言うとおり本筋には何の関係もないのですから一瞬間映っただけですぐ消えてしまったのですがなぜか私には強い印象を与えました後に起こった事件のために一層強く印象づけられたには違いないのですが私は「よしその事件がなくても」 きっとこの家のことは一生忘れなかったろうと思われるほどはっきりと頭に残りましたその証拠には私はそんな瞬間的に現れては消えた間にその家の入り口に立っている曲がった自然木の門中に文字らしいものの剥げ落ちた跡を見つけしかもそのうちの一字が「緑」という字らしいもっともこれは後で考えついたのかもしれません ことまでで見て取ったのでしたのし私は今でもあの映画を見た何万という人たちがどうしてこの家のことを見落としていたのかと不思議に思っています。とは言うものの実は私もその映画を見た時にはその家にはほんのちょっと興味を引かれただけですぐ忘れてしまったのでした。もっとも前に述べた通り かなり深く脳裏に印象されましたから折に触れ思い出したにはそういありませんがその時にはこの家のことが後に自分の運命に大関係を持つなどということは夢にも考えませんでしたところが私がこの映画のことをはっきり思い出さなくてはならない日が案外早く来ました ここのの映画を見てかから1月ばかり後のことで、未だ残暑の色の濃い頃でしたが私は目黒の郊外の寂しい道でしかも真夜中に不思議な紳士に呼び止められましたこの紳士は鳥沢直助といって有名な変質教で緑林荘という奇怪な邸宅の持ち主で私を呼び止めたその夜に 自宅の一室で不思議な死を遂げたのでした。今こそ私が誰であるかお分かりになったと存じます。鳥沢の死をめぐる怪奇な事件は当時読み、飽きるほど新聞に出たはずです。私は鳥沢に呼び止められて、彼の家に行ったばかりに。彼を殺したという恐ろしい。嫌疑をかけられた。青年。 力士です不幸な私は容易に嫌疑を晴らすことができませんでした父も母もなく一個の放浪児だった私はああいう事情のもとに置かれては疑われるのが当然でした実際もし隠れた同乗者である手塚弁護士の援助がなかったら私はとうに講師台に上っていたかもしれません しかし幸いに私は3年間未欠陥に審議した後ようやく証拠不十分として放免されました私の放免されたのはおとといです私の放免されるという記事は新聞に12行も出たでしょうか3年前にあれほど騒ぎ立てた新聞記者も誰一人私の出国を迎えるものはありませんでしたもっとも私は 少しも彼らの健忘を恨みはしませんいやかえってこっそり出獄できるのを喜びましたほかに出迎えるべき親戚友人そんなものは一人もありませんただ恐れたのは例の同乗者である手塚弁護士の出迎えで彼もまたきっと出迎えると言っていたのですがどうしたか姿を見せませんでしたこのことは 私にとって誠に好都合でした。私は何者にも妨げられないで出国できることを欲していました。というのは、私は獄中で死を決していたのです。出国ができればすぐにこの山中に来て死ぬ決心でした。私はこれという理由なしにこの山中の かつて映画面で見たあばらヤの中で死にたかったのです。私にはこの肺欲を一目見るほかにはこの世に何の欲望も希望もありませんでした。両親に捨てられ世に見捨てられ健康を失い家もなく財産もない私が何の希望をこの世に持ちえましょうか。私が死んだとて。 誰が悲しみ、誰が笑うでしょうかどこの誰の心にちょっとの動揺でも与えることができましょうか目的の緑のあばら屋はしこのうちに見えます。私は進んであの家の中に入って、障養として死ぬばかりです。3 アバラ屋の入り口は映画面に映し出された通りに朽ち果てた自然木の門柱が立っていて門柱には風雨に洗い去られた文字の跡がありました映画「高原の脇」の撮影監督者がどうして意味なしにこんなところを取り入れたのか何でもロケーション中の一日のこと何かの具合で撮影が中止になったため無料に苦しんだ俳優や助手連は そこここと山の中を歩き回ってめったに人の行かない道にまで好奇心を起こして行ったのだそうですがそうした一行の一人がこの家を見つけたので実写中に加えられることになったのだということです私は獄中でこの家のことを思い出して手塚弁護士に依頼して以上のことを聞き出しかつこの家の位置もほぼ知ることができたのです 門中に書かれた文字、これが私にとって大問題なのです。私はじっとはげ落ちた文字の跡を睨みました。門中には、ああ、やはり私の信じていた通りでした。確かに緑林荘と書かれていたのです。気のせいでしょうか。いや、気のせいではありません。 文字は非常に読みにくいですけれども、緑林荘と書かれていたのにそう言いありません。緑林荘。この新山の中に半ば崩れ落ちている阿ばら屋の緑林荘と、東京郊外目黒にあるあの壮高な緑林荘との間には何か関係があるのでしょうか。私は確かに関係があると信じます。緑林荘などと。 忌まわしい誰もつけることを欲しないような名をつけるものがあの変質卿の鳥沢を除いてほかにあるはずがありません私の目は門中をにらんだまま手足はブルブル震え出しました私は3年前のあのいまわしい夜強人鳥沢に呼び込まれて彼の殺害犯人として捕らえられた夜のことを思い出しましたああ 私に彼が強じんであるという予備知識さえあれば決して彼の家に足踏みなどをするのではありませんでしたしかし全然彼のことを知らなかった私は彼の紳士姿を信じまた放浪児として何者の恐るべきことも知らなかった私は彼の言葉のままに彼の後に従ったのでした返す返すも 彼の素振りに怪しい節のあることを悟らなかったのは私の不幸でした。私がちょっとでもアナヤマ一太郎の編集事件のことを知っていたら、ちょっとでもあの有名な緑の手紙事件を知っていたら、また考えようもあったのです。定まった住所を持たず、少しばかり画材のあるのを頼りにして旅から旅を漂浪し続けていた私は。 そうした出来事を知るによしもなくひょっこりと東京に舞い戻ってきてまもなくの夜のことでうかうかと彼の口に乗ったのは私の不幸ですがまた自ら招ける罪ですつまらぬことで一生を棒に振った自分の不運と愚を嘲笑するより仕方がありません四 緑の手紙事件この事件は私こそ東京にいず旅から旅へと流れていたために少しも知りませんでしたが後に起こった穴山の変死事件とともに小学生徒の口にまでのぼったほど東京全市を騒がした事件だったのです久しい以前に幸運の手紙というのが世の中を騒がしたことがありますそれは匿名の手紙で、 フランスの一士官から始まったこの幸運の手紙は連鎖を断つことを許さないのでこの手紙を受け取った者はすぐにこれに倣って9名の知人に幸運の手紙を出さなければならない「しからずんば非常な不幸に見舞われるぞ」ということが書かれているのですこの手紙を受け取った人は心のうちにはその迷信を笑いながらも結局匿名で 9名ののの知人にに幸運の手紙を書かずにいられなくなくるのです。それはもし手紙を書かなければ不幸に見舞われるという脅迫観念のためというよりももし多実不幸に見舞われた時にこの手紙を書かなかったためだと考えられることが嫌なのです。言い換えれば不幸を追い払うためよりも不幸にあった時に このの手紙を書かなかななったたためででいいと信じたいのですつまりそうした人々の心の中には「多日きっと不幸に襲われる」「手紙を書く書かないにかかわらず」という考えがあるのですそれほどこの世には「不幸が満ち満ちているのです」そんな詮索はとにかく幸運の手紙を受け取った人たちの大部分は手紙に命じてある通り 9名ののの知人に幸運の手紙を送ったらしいのです。その証拠には幸運の手紙は両言の日のごとく全国的に広がりました警察当局者は公安に害があるという考えで躍起となって取り締まりを始め手紙を出した人を見つけ次第に処罰する規則を作りましたしかし人々の心の中に食い入った 不幸を予期する観念は容易に転きさらないと見え、なかなか手紙を出すことはやまないのでした。緑の手紙というのもちょうどこれでした。ただ幸運の手紙と違うところは、緑色が幸運をもたらす源であるから、すべてを緑色で塗れというのです。むろん最後に。 連鎖を立たずに知人にこの手紙を送らなければならぬということが書き添えてありました。緑の手紙は幸運の手紙ほど流行しませんでした。なぜなら、幸運の手紙は単に書きさえすればよいのですからわけはないのですが、緑の手紙の方はすべてを緑色に塗らなければなりませんから、億劫でもあり、また費用もかかることなので、ちょっと気軽に行えなかったのです。 しかし中には手紙の不気味な文句におびえて少しでも緑色に塗ればいいというので壁を少し緑色にしたりふすまに緑色の壁を貼ったりした家がありましたので警察当局は緑の手紙の取り締まり方を怠りませんでしたそのうちに緑林僧のあるじの鳥沢直輔のことがやかましくうわさされるようになりましたこの鳥沢直輔というのは 実に機械な人間です彼は洋画家なのですが何でも若い頃に日本を飛び出してヨーロッパに行ったのですがパリ辺りでは絵を描くどころかほとんど古事記同様の生活をしていいたと言いますそれがどうして工面したのかある年にサロンに風景画を1枚出品したのが非常に評判になりたちまちその天才を認められて全欧州の称賛の的になって。 ベルリンではカイゼルに謁見を許されたということでした彼はその後続々傑作を発表していつの間にか大金持ちとなり意気揚々として故国に錦を着て記帳したのでしたところが彼はどうしたのか記帳後は一枚のスケッチすら発表せず東京郊外の目黒に堂々たる邸宅を作ってその周囲を 見上げるような緑,葉樹で囲んで緑林と名付けました一体緑林という言葉は信濃の故事によると一種の「団体的窃盗」を意味するのでいわばい彼の友人のうちにはそのことを彼に話して解消を勧めましたが彼は一向そんなことに気を止めず解消しようとしませんでした。 友人の間では彼が初めからそうした孤児のあることを知っていてわざと緑林草とつけたのではないかと言われていました盗賊を意味するような文字を住宅につけて平気でいるような男ですから彼は万事につけて変わっていました一部の人たちの間には彼は強人であるという噂が早くも立ちました彼は、 めったに友人たちに顔を見せず広い邸宅に少しばかりの召使いと住みほとんど一室に閉じこもっていましたまれに人に会う時には彼は猜疑心に富んだ目でじろじろと見て容易に親しみを表さなかったそうです彼はそうした男でしたから彼が緑の手紙によって急に邸宅の内外を緑色に塗り出した時にも

彼の気違いじみた性質から彼が緑の手紙によって緑色が幸運をもたらすものと信じてそういうふうにしたということを疑いませんでした彼の奇怪な生活ぶりに多少の調査を試みた警察当局者も最初はそう信じていたようですしかし後には彼が緑の手紙によってそうしたのではなく彼が何かのことから ふと緑色が幸運をもたらすものと思い込み自ら実行するとともに彼が真実緑色を信仰したのか世の中に緑の手紙を流布させたのかその点ははっきりしませんが彼が緑の手紙の発案者ではないかという考えは相当根拠があるようです。 当局者もその点についてかなり苦心して探査したようでしたが確実な証拠を抑えることはできなかったらしいのですさて鳥沢が緑林層の内外を緑色に塗りつぶしたということがパッと評判になり緑の手紙が侮りがたい先生力で流行しだしそこここにはポツポツと鳥沢に倣って緑色に家の内外を塗る者が現れて 警察当局がその取り締まり方に不信しているときに突如として緑林村内で穴山一太郎の変死事件が起こったのでした5穴山事件の前のエピソードとして藤丸事件があります藤丸というのは。 鳥沢が金に明かして作った軽快な遊覧船で、彼はやはり緑が幸福の源であるという見地から藤丸をすっかり緑色に塗りケビンの外も内もテーブルも椅子もボートもランチも緑色でないものはありませんでした彼はこの緑色の汽船藤丸を東京湾に浮かべ彼の名声と全力を尽くして長夜の危険紳士を招いて 一大声援を張りました。その当時は鳥沢が新基調の天才画家としての名声未だ衰えない時で多少彼の成功の常軌を逸していることは噂されていましたけれども彼の招きに応じて藤丸の甲板に集まった人々のうちには著名の名士の数も少なくないようでしたそれに例の「緑の手紙」がしばらく流行しかけていたようでしたし 彼が全くその手紙のために藤丸を緑色で固めたと信ぜられていましたので新聞は盛んに藤丸のことを書き立てましたのでいよいよ藤丸が東京湾頭に緑の船体を浮かべてあまたの名士を乗せて有力するというときにはその盛況を見ようとする見物で陸上は真っ黒に埋められまして観艦式以外には見られない雑踏だったといいます。その時には、 別段変わったことはありませんでした。ただ鉛尾服に装いを凝らした鳥沢がワイク短唱の胸を反らせて外国人じみた顔に熱性を込めて「緑色が幸福の使者であることを説き世界に一つあって二つなき富士の騒音と緑色の神秘を解き得た者こそ真の幸福を得るものである」と述べた時に来賓一同は「彼の不可解な」 滅な議論に思わず彼の顔を見つめて彼が狂気しているということを思い起こし密かにうなずいたということでした藤丸戦場の宴会があって見つきばかり後のことでした鳥沢はまたまた彼の緑林荘内の庭園で一大園遊会を催しましたその頃彼は何を感じたのか国を不況をならしめる源は 電気の利用にあるといって、庭の一隅に電気研究所を建て、終日パチパチと火花の音をさせて、しきりに研究にふけていました。彼に電気の知識があったかどうか、はなはだ疑問ですが、彼のような変質狂は何事かに熱中すると、万事を砲撃してそのことのみに没頭するのが常で、正規の手続きをして建てたのですし、名義だけでも、 高電圧を扱う電気の主任技術者も置いてありましたので警察でもみだりに研究を差し止めるわけにはいかなかったのです彼は金に任せて書籍や機械類を購入して昼夜の別なく研究に没頭していました彼の研究の目的については誰一人知ったものはありませんでしたそうした研究の最中に彼は突如として 園遊会の開催を思い立ったのです思い立ったら最後どうしてもやらなければ気が済まぬ彼です彼は天才的な頭をひらめかして体内の設備を整えましたそうして例によって長屋の名士に招待状を出したのですこの時には彼の頭が大分怪しいということが一般に分かっていましたので 前回のの富士士丸時ほど名は集まりまりせんでした。しかし何を言っても金の世の中でただでそういう堂々とした園遊会に招かれるのは悪い気持ちはしないと見えてやはり陸賊として詰めかける厳しく着飾った男女の軍は相当あったということです屋敷の内外は無論緑色一色で他の色は何もありませんでした 緑色の芝生で猛煎のように敷き詰められた庭には緑の葉をつけて幹を緑色に塗られた樹木がそこかしこに立ち並び緑色の枠を張り回した中には緑色の模擬店が並び接待の女たちは着物も襟も帯も残らず緑色でした食器も甚だしいことには食べ物さえも緑色に塗られていました酒はととにかくとして お茶さえもも濃い緑色だったののにには、飲むのにも気味が悪かったと言います。折から晩秋の空は一点の雲もなく晴れ渡って一面の薄緑色で会場は今言う通り見る限り緑色ですからその間を歩む来賓たちは一種異様な錯覚を起こして人工的に作られた舞台の上を歩いているような気がして。 お互いの会話もなんとなくわざとらしく、現実と遠く離れたような気がしたと言います。いずれもが、口には鳥沢の天才的な技巧を褒めながら、心の中では言い合わしたように薄気味悪く感じていたのでした。しかし、別に気味の悪いような事件も起こらず、午後四時過ぎとなり、そろそろ帰都に着く人もできて、遠遊会も無事に終了すると思われましたが、 その時に突如としして不祥事が起こりました。それは鳥沢の古い友人で招かれた客の一人だった穴山一太郎が研究のために引き入れてあった屋敷内の高圧線に触れて黒焦げになって死んだのでした園遊会の堤内にそんな危険な高圧線を引き入れておいたことがすぐ非難されました。 客の中にはあからさまに今日一日だけでもなぜ電流を立っておかなかったかととがめた人がありました。しかし鳥沢の弁解したところによると、彼の実験は数ヶ月間連続せしめなければならないので、どうしても中断することができず、もし締いて中断すると今まで数ヶ月間続けてきた努力が全く不意になってしまうというのでした。で。 どうしても中断することができないので彼は高圧線に触れることの危険を防止するために最善の努力を払ったとこう弁解しました全く彼の言ったことは全ての客が趣向しなければなりませんでしたなぜなら鳥沢は無論電柱はモースに及ばず緑色に塗りましたが腕着と外紙は真っ赤に塗ることを忘れませんでした なおこの上に緑色の板を電柱に打ちつけてそれに赤字で「危険」と書いて触れそうな恐れのある箇所には幾枚となくつけておいたのです無論こうしたことは取締り規則にあることでしなくてはならぬことではありますが鳥沢はそうすることが非常につらかったというのですというのは一物残らず緑色にしたかったので 高圧電気の危険を示すためにことに人目を引きやすい赤字を使わなければならなかったのは実に苦痛だったというのです。誰も知っている通り赤は緑の余色ですから緑に塗った板に赤字で書いたものはひときわ目立つものです。すべてを緑色にしてしまおうという鳥沢にとってそうした表示は確かに大きな犠牲だったに相違ありません。 実際、その日居合わした来賓たちは、そのトゲトゲしい目を射るような赤字に思わずひやりとしたそうです。その殺風景さを非難する人と、主人の行き届いた注意ぶりを褒める人と、相半ばしたということでした。それほど際立った注意があったにもかかわらず、高圧線に触れて斬死した穴山というのは、前にもちょっと述べた通り鳥沢の古い友人で、 鳥沢がヨーロッパで古事記同様の放浪生活を送っていた時代から親しく交際していたらしく、穴山自身もやはり画家だということでしたが、誰一人彼の描いた絵を見たものはありませんでした。彼は鳥沢の家に最も多く出入りしていた友人の一人で、噂では彼の生活費はことごとく鳥沢の手から出るのだということでした。なんでも彼は、 欧州で鳥沢が窮帽を清めていた時に相当援助したらしくそれを恩に着て鳥沢が彼の面倒を見ているのだということでした穴山が斬死したと聞いた時の鳥沢の悲しみは並いる人の涙を誘わずにはおかないほど激しいものでした彼は「穴山が高圧線に触れたと知ると園遊会の最中にすら 送電を立たないで研究を続けていた数ヶ月連続の努力の結晶をヘイリーのごとく捨ててたちまちスイッチを切って電流を断ちましたそれから穴山の変わり果てた無残な死体にすがりついて「ああ僕の真の友達が死んだたった一人の心を打ち明けた友達が死んだ」

旅から旅へと評論している時代の出来事でいずれも後に聞いて知ったことでしたから今までの記述は記録に基づいたので私は割に冷静に事実だけを述べることができましたしかし藤丸事件以来鳥沢には世人は非常な好奇心を持っていましたから以上の2つの事件が相次いで起こった時には大新聞すら興奮して心情的な記事を掲げましたので 当時の世人の興奮の仕方は必死には尽くすことは到底できない有りでしたですから事実は私の拙い言い表し以上の騒ぎであったことは明らかですさて私はいよいよあの当夜のことを書かねばならぬこととなりましたこのことが私がまざまざと経験したことであり私に致命的な打撃を与えた事件ですから こうしてていていいも、心ががれ、手が震えます。私は到底興奮せずに冷静に記述することはできません3年前の9月半ばごろの真夜中でした当時私は窮帽のどん底にいまして23日来食べ物らしいものを口にしないであちこちで野宿を続けていました当日は、 目黒の奥に知人が住んでいたので、そこを訪ねていくほどかの剛力に預かろうとしたのですが、あいにく彼は留守でどうすることもできませんでした。それであてもなくぶらぶらと商船の目黒駅を目指して歩き続けたのですが。未だ駅までには一里足らず歩かねばならないというところで、真夜中になってしまったのです。目黒の奥は最近非常に開けましたが。 それでも駅からこれだけの距離があると家らしいものもなく一面の野原ですいわんや3年前には枯れすすきの間を走り回っているという有様さで無論誰一人往来するものはありません4日か5日頃の月で宵に姿を見せたきり西の野の果てに没してしまいましたから空にはキラキラと数限りない星がきらめくばかりで 足元ささえよくわからない暗さでした。私は別に寂しいとは思いませんし慣れっこになっていましたから心細いとも思いませんでしたがただつらかったのは胃の底の方がズキズキと痛む空腹です胃が空っぽになると頭も空っぽになるものです私はまとまった何事をも考える余裕もなくただ取り留めのない 現れてはすぐ消える妄想を思い浮かべながら反射的に両足を動かしておりました。その時、不意に目の前に人影が現れたのです。考えてみると、その人影は大分前から私の方に近づきつつあったのです。しかし、暗いのと私の目が空腹と疲労のためにくらんでいたので、すぐ目の前に見えるまで気が付かなかったらしいのです。 その証拠に先ではとうに私の姿を認めていたと見えて格別驚いた様子もなくじっと私の方をすかしてみていましたが「もしもし」と呼び止めました私はふいに暗闇から目の前に現れた人影から声をかけられてはっとしましたがよく目を据えてみると小柄ながらも紳士風の男なので しししながら返事をしました。そうすると彼はすぐに聞きました「君はこれからどこへ行くのですか?」「別にどこといってあてはないのです」お「おおこの真夜中にあてなしにこんなところを歩いているのはどういうわけかね」「宿なしなんですよ」実は、 友達のところに泊めてもらおうかと思って出かけたんですがねあいにく戸が閉まっていたものですからでは君はそうして夜中歩いていようというのかねそうでもありませんが何しろ腹が減ってたまらないので里の方へ出て屋台店に首でも突っ込もうと思っているのです口から出まかせの返事をしたのですが腹のすいている時は正直なもので 食べ物のことがすぐ口に出るものです。金は持ってるのかね？ずいぶん失礼な質問でしたが、私は格別腹も立ちませんでした。金なぞは一銭だって持っていませんよ。じゃあどうして屋台店のものが食える。ひっぱたかれて交流は覚悟なんです。こう腹が減ってはやりきれませんから。 君は職業は何だねまあ絵描きですねふうシンシは何と思ったかため息をついてしばらく考えていましたが君は僕が探していた青年だどうだねこれから僕の家へ来ないか喜んでいきますね食べ物を食べさせてくれて 寝かしてくれるうちなら、どんなところへでも行きますよ。おう。紳士は満足そうにうなずきました。いよいよ君は、僕が探し求めていた青年だ。やってきたまえ。こういうわけで、私は紳士に伴われて彼の家に行くことになったのです。この紳士は、言うまでもなく鳥沢直介でした。 前にも言ったとおり、私がこの人物に対して多少でも予備知識があれば、大いに警戒するのでしたが、ちょっとあったところでは、気違いらしいところもなく、それに、私のような不老人は、どこまで行っても損をする気遣いがないので、恐れるということを知りませんので、温かい食べ物と寝床等を与えてくれるというので、ほくほく喜びながらついていったのです。寸前釈磨と言いますが、 人の運命というものははかないものです彼について20分も歩いたでしょうか小高い丘の中腹の林に囲まれた洋館に案内されましたがこれこそ有名な緑林荘で私は嫁にもその装稿なのに驚いてしまいましたところがその堂々とした邸宅の中はがらんとして いがないのです。のみならずどの部屋もすっかり緑色なのです私は何となく薄気味悪くなってきましたがいまさら尻込みもならずそれに温かい食べ物の誘惑があるので度胸を据えて彼の案内のままについていきました彼はやがて彼の居間にしているらしい やはり緑以外の色のない広間に私を通しましたそして戸棚の中から洋酒の瓶とパンとソーセージを出し私の前に並べました戸棚も食器も洋酒の瓶もことごとく緑色でしたあったかいコーヒーをいれる間こいつをやりたまえ私はあいさつの言葉も出ませんでした いきなり前に置かれたパンをつかむとまるで消えてなくなるのを恐れでもするように急いで口の中に押し込み噛むまでもなく飲み込んでしまいましたコーヒー沸かしに水を注ぎながらその様子を見ていた彼は嬉しそうに目を輝かしましたがやがて勘買無料というふうでうん荒の減った時に食べ物にありついたというものは うれしいものだなあ僕も昔君と同じ経験があるよあなたがまさか私は2つ目のパンをのどに引っ掛けて目を白黒させながら言いましたところがまったくなんだ彼はコーヒーを入れる手を休めて真顔になって言いました僕は、 君のよようなんがあるんだよもっとも日本じゃないドイツなんだグリュネーワールドという地方でねグリュネーワールドというのは緑の森という意味でね森林地方なのだよそこでね僕は飢えてね時効は今と正反対の冬の最中だった 向こうの冬は寒いからね上のほかにもう少しで凍えるところだった時刻はやはり今日のように真夜中だったが一人の奇妙な老人に呼び止められてね森の中の家に連れていかれてここで彼は急にぷっつりリ口をつぐみましたそして がくぜんとしたというふうにあたりを見回しましたがおびえた目を私に向けました君何か物音を聞かなかったかねい,いえ別にそうかそれでは気のせいだ僕はグリュネーワールドの話をするといつでも妙な恐怖に襲われるのでねきっと気のせいだ もうう。このはよそう彼がそう言って再び恐ろしそうに辺りを見回した時に遠くの部屋でかたりとネズミの騒ぐような音がしました彼は飛び上がりました彼は真っ青な顔をしてしばらく無言でいましたがやがて勢いなく立ち上がりました君ちょっと失敬するよ変な物音がしたから見回ってくる そう言って彼は部屋の外に出て行きました。彼の態度はかなり変でしたけれども私は格別気にも留めず彼の出ていったのを幸いにほとんど夢中で食べ物を口に運び入れました私が最後のソーセージの一切れを頬張っているところへ彼が帰ってきました彼はなんとなくそわそわとしていました 顔色も前よりずっと青さめて元気がなくなっていました何でもなかったよ彼は私の顔を見ると弁解するように言いましたがすぐ言葉を継いですっかり食べてしまったねもう少しごちそうをしようと思ったが急に用ができてねすまないが今夜はそれで辛抱して寝てくれたまえ ところでね彼はここで言葉を切ってしげしげと私の顔を見ましたのぞき込んだ彼のまなざしにはなんとなく異様な光がありました私はぞっとして思わず一足後ろへ下がりましたところでね彼は相変わらずじっと私を眺めながら君は 緑色が幸福な色であることを知っているかね。君は黄色と青色の混合である。緑色が幸福をもたらすことを信じなければいかぬよ。それから富士山の神秘を探るんだね。いいかね。富士山だよ。甲斐と駿河の境にある富士だよ。私は？ 彼の真顔を静止することができませんでした。ああ、今、ようやく私は知ったのです。彼は強人でした。強人でなくて、誰がこんなわけのわからぬ言葉を真面目な顔をして述べるでしょうか。私は、たじたじと後ろにすさりました。彼は、これだけのことを言い終わると、悲しげな表情をして最後の一別を私に与えると、 そのまままでをてきした。私はしばらくぼうぜんとして突っ立っていました。何という機械な私の立場でしょうか。今までに一度も会ったことのない紳士に、このがらんとした大きな家に連れ込まれて、食べ物を与えられた挙げ句に、謎のようなひと言とともに、私はこの一室に置き去られたのです。私は、 どううししたらいいのでしょうか。私はすぐ彼の後を追おうかと思いましたしかし彼の言った言葉のうちに「今夜はそれで辛抱して寝てくれたまえ」と言ったことを思い出しました事実十分に空腹を満たすことのできた私は心よい睡眠がむさぼりたかったのです私は部屋の中を見回して片隅にベッドのあるのを見いだし 何は止まれそこで眠ろうと決心しました寝台に横になりますとふかふかとして実に気持ちがよかったのでしたけれどもなかなか寝つかれないのですどうかして早く寝ようと思えば思うほどますます目がさえるのでした虫が知らせたとでも言うのでしょうか自分の機械な位置にいることが気にかかってたまらないのですそのうちに、 家のどこかの隅でバサッという異様な音がしました私は寝台の上に飛び起きましたじっと耳をすばしましたが物音は一度聞こえたきりであとはしーんと静まり返っています私はしばらく躊躇した末に寝台から降りてそっと部屋の外に出ました私は小庵後は音のした部屋に進んでいきました 明かりだけついてガランとした大きな部屋がいくつも続きましたが最後にそうした部屋の一つに入った時に私はあっと叫んで棒立ちになりました部屋は何かの研究室らしく機械類が立ち並んでいましたが一隅の床の上にさっきの紳士がうつ伏せに倒れていましたそうして背中の真ん中に 担当が突き立っているのです。担当の周囲から赤黒い血が流れ出ていました私は気を取り直すと急いでそのそばに寄り担当を手にかけるとうんと力を込めて抜き取りました途端に傷口からパッと血臭が飛んで私はすっかりそれを浴びました私は突き刺さっている担当を抜き取ることが 刺されている人のためだと考えて抜き取ったのですがああそれは何という愚かなことだったでしょう彼はもうすっかり事切れていたので何のかいもありませんでした後に裁判官からこの時に足音のようなものを聞かなかったかと聞かれましたが夢中だった私は一向そういうことには気がつかなかったのでした私は 翌朝警官に捕らえらえれました。無論私は鳥沢殺害の有力な嫌疑者として厳重な尋問を受けました極力抗弁したにもかかわらずついに起訴されて余震も有罪と決し公判に回されました取り調べの結果担当の切っ先には毒薬が塗られていました私のアビたちが果たして 突き刺さった担当を抜き去った時のものかどうかを決定するのに3年間かかりました。私は前にも述べたとおり、手塚弁護士の援助がなかったら死刑に処せられていたかもしれません。ちょっと付け加えますが。鳥沢は生前あれだけ号車を清めたにもかかわらず、死後調べると財産らしいものは緑林荘の他に何もありませんでした。 世人がそれを非常に不信があったのは。無理のないことでした。7。私はたびたび言ったとおり、生まれながらのボヘミアンで家もなく、親もなく諸国を旅から旅へと放浪して歩いて死をとって覚えたのではない。我流の絵を描いて、ようやく口を塗りして。 時には飢餓に迫ることもありましたが割に快活な性質を失わず希望も捨てなかったのでしたが恐ろしい殺人の冤罪を着て3年間未欠陥に侵吟している間にすっかり気質が変わりました今までとは打って変わって陰鬱になり猜疑心が強くなり希望を全然失ってしまいました証拠不十分で出獄することになっても 格別嬉しいと思わず出獄のその日にひょ然と八ヶ岳山中に向かって出発してかねて覚悟していたように山中のあばら屋で自殺しようという気になりましたなぜ私がこのあばら屋を死に場所に定めたかというと私は偶然高原の秋の映画面からこのあばら屋を発見して鳥沢の緑林荘に深い関係があるように思われかつ 彼が最後に残していった謎のような奇怪な言葉のうちにもなんとなくこの緑のあばら屋を暗示するものがあるように思われたので息のあるうちに一目このあばら屋を見て幸いにめったに人の来ない山中でもあるしここで静かに命を絶とうと決心したのですそして今ここに私はその紋中を仰いで緑林層の三文字のわずかな跡を見いだして 思いを三年の昔に馳せて。無料の考えにふけったのでした。もう午後二時を過ぎたでしょう。曇りがちな空は、新山の。しかも立ち込めたこの下闇に、すっかり夕暮れを思わせています。遥か向こうの谷合からは。白い霧が湧き出て。青々とした山肌を見え隠れさせています。そうのたごとは。 いつしか人に濡れていました。いつまでも猶予してはいられません私は薄暗いあばら屋の中にほら穴の中でも突き入るような気持ちで足を踏み入れましたあばら屋の中には湿っぽいようなかびくさいようなにおいが漂っていました床も柱も板壁もすっかり朽ち果ててしずくが滴り落ちるように湿気でジメジメしています

家の中央と思われるあたりの一つの部屋の崩れかかった椅子に腰をかけて鳥沢の言った不思議な言葉を考えました緑色は幸福な色である富士山の神秘を研究せよこんな意味のことを彼は私に言いました彼は確かこれに似た言葉を例の遊覧船富士丸で長屋の紳士を前にして言っています これを聞いたときには彼は全く狂人だと思いましたが、今ここで静かに考えてみますと、一概に狂人の言葉とは言えない何か意味がありそうに思えます。私は自殺を決心した人間でありながらじっと考え込んでしまいました。しかしやはりこんなタワごとじみたことに意味のあるわけはありませんでした。 いくら考えてみても、狂人の言葉が解けるはずはありません。私は急にバカバカしくなってつと立ち上がりました。とこの時です。隣の部屋で見知りという音が響きました。私ははっとすくみやがりました。死のうと決心していた私でした。けれども、この新参のしかもめったに人の通わない谷間のあわらやに。 ほかに人がいようとは思っていませんからこの不意の物音には心臓が押しつぶされるほど驚きましたみしりみしりという足音はだんだん近づきますやがて薄暗い隣の部屋からにゅっと顔を出したのは醜い大きな鼻をつけた普通の顔の2倍もあろうという西洋の溶馬を思わせるような顔を 小柄な銅の上にちょこんとつけて、呪うようににたにたとした笑顔を向けたのは、ああ誰あろう、私の恩人手塚リュタ弁護士でした。あ、あなたは手塚さん。無事でいたな、間に合うかと心配してきたんだが。え、え、ではあなたは私がここで死ぬということを承知しておってきたんですか。 そうども。しかし、わしは君が死のうというのを強いて止めはせんよ。ただ、君にひと言言い聞かしたいことがあったら、こうしてやってきたのさ。ご親切ありがとうございます。ですけれども、わたしはもう何も聞きたくありません。君が聞きたくなくっても、わしはわざわざここまで来たんだから話さぬわけにはいかぬ。まあ。 その腐ったた椅子にでもかけたまえ。私は他ならぬ手塚の言いつけには背くことができず不詳不詳以前の椅子に腰を下ろしました他のことでもない3年前のことだが手塚は話し出しましたあの夜鳥沢がどういうわけで君を呼び止めたか知っているかね存じません 3年前ののことを聞くのは苦痛でした。私は心の動揺をおしかくしながら答えました「そうだろう君は知るはずがないわしはふとしたことで知ったのだが鳥沢は昔ドイツのグリュネワールドという地方で経験したことをそのまま君に適用したのじゃ」というのは彼は当時君のような青年で。 あの夜の夜君同様飢餓と骨幹とでヘトヘトになりながら深い森の中を漂糧していたのだするとね彼を不意に呼び止めた一人の異様な老人があったその老人というのがやはり若い時に諸国を流浪した経験のある男で鳥沢を森の中の自分の家に連れて行きあったかい食べ物を振る舞い あったたかい節度を与えたのじゃ。ところがその老人というのはどういう素性の人間かわからないがその森の中の一軒家で数えきれないような財宝を蓄えていたらしいそれを鳥沢はそっくりもらったのじゃいやあるいは盗んだのかもしれぬとにかくその森を出てきた時には 鳥沢は見違えるようにに元気になり、その年にはサロンに出品して一躍画材を認められるようになり瞬く間に富豪になったしかし彼は絵で金を作ったのではなく全く森の中の老人の財宝のためなのじゃ彼がそれをどういう方法で手に入れたかは前に言うとおりわからぬが彼が記帳後 始終何者かを恐れる風だったことや高層な家をつくって緑林荘などという盗賊に縁のある名を付けたことはあるいはグリュネワルドを忍ぶつもりかもしれぬがその間の消息が消せないでもないであの晩のことだが彼は自分の財産の後継者を求めるためにああして真夜中にあんなところにいたのじゃ彼は 彼自身がグリュネワルドの森の老人から授けられたのと同じ方法で自分の財産の後継者が見つけたかったのだ彼は飢餓と疲労で倒れかかっている兵糧の青年を探し求めていたのだったそこへ君がちょうど行き当たったというわけだ彼は喜んで君を家に連れて行き君に謎のような言葉を残して 自殺をしたのだええ私は飛び上がりましたじ自殺ですってそうじゃ彼は生きていることを欲しない事情があって自殺をしたのだよでは誰かが自殺を助けたのですかい,いや彼一人で死んだよそんなはずはない 担当は確かに背中に突き刺さっていたハハハハハはレオナルド・ダ・ヴィンチのような天才じゃやつは恐るべき自殺の方法を発明したのじゃ彼は汽車の自動連結機と反対の作用をする機械を作成した自動連結機は衝撃を与えると 機械がガチンとそのものをかむ動きをするものだが彼は逆に初め担当をかましておいてこれに衝撃を与えると加えていた担当を離すという機会を作った彼は担当を加えて立っている機械に背中を向けて力を込めて衝突した背中にぐさと担当が突き刺さるとともに 機械は担当をす彼は背中に担当を背負ったままばったり床の上に倒れる担当の先にはあらかじめ毒液が塗ってあって死に損なわないようにしてあった巧妙なことには担当をくわえていた機械は担当を放すとともに部屋の隅の方に移動するようになっていた。 罪にはいろいろ他の機会があったから容易に発見されないのだったこうして彼は完全に自殺をごまかすことができたのだしかししかし私は乾いた唇を示しながら言いましたどういうわけでそんなことをする必要があったのですかそれは彼の敵を傷つけるためだ 彼には敵があった恐るべき脅迫者があったのだ彼はその敵を陥れるためにそういう計画をしたのだええ敵というのは誰ですか彼のクリュネワルドの森の中の秘密を知っている者がただ一人あったそれはほかならぬ彼の旧友の 穴山一太郎で鳥沢は絶えず彼から脅迫を受けていたのだだがははとうに死んんだではありませんか鳥沢は穴山さえ死ねば他に秘密を知るものはないと思っていたしかし穴山も去るもので万一の場合をもってある人間に鳥沢の秘密に関する書類を預けておいたのだった その人間はあの夜鳥沢邸に忍び込んでいたそれで彼はあんな死に方をしたその人間に殺人の嫌疑を向けるつもりだったのだあの夜あの家にいた人間というのは誰ですかその人間を探し出してくださいその人間こそ私を晴天白日にしてくれる人間ですよろしい君の願い通りにしよう 手塚はにやりと笑いましたその前に君に見せるものがある彼はそう言ってポケットから1枚の紙を取り出しましたそれはノートブックを引き裂いたようなものでした「鳥沢の秘密の日記の一部だ読んでみたまえ」私は裁判所でたびたび鳥沢の書いたものを見せられましたので 彼のっはよく知っています。確かに彼の書いたものに相違ありませんそれには走り書きで次のようなことが書いてありました「今日いよいよ確かめることができたこの間穴山が真っ青な日本語では青と言ってしまうけれども実は緑だトマトを見て彼は 見事な赤いトマトだなと言った俺は冗談かと思っていいかげんに聞いておいたがそのあと気をつけていると彼は確かに緑と赤の区別ができない今日こそ彼が立派な色盲であるという確証を得た彼が画家として成功をすることのできなかったのも 無理のない話だ。俺はいつかこの事実を利用して憎むべき脅迫者、骨をしゃぶっても飽き足らない彼に復讐を遂げることができそうだ。ここれは私はあまりに恐ろしい言葉に思わず叫びました。 レオナルド・ダ・ヴィンチにひすべきもっとも鳥沢は悪人でおまけに気違いだったが手塚は平然として言いました彼は憎むべき敵である穴山が色盲で赤を緑と見ることを知った時に巧妙なかつ恐るべき計画を思いついた思うに藤丸にもやはりそうした関係が隠されていたかもしれない 彼はもし成功すれば続いて自殺でもする気で彼の秘密に関する謎のようなことを来賓一同に述べたのかと思われるしかしその時には成功せず後に園遊会で彼の関係は成功したかわいそうな穴山には緑色の板に赤字で書いてあった文字は全然読むことができなかったのじゃあの時彼には 普通の電柱と高圧の電柱とを区別することができなかったのだ鳥沢直介は実に天才的犯罪者だ色毛を利用したとは驚くべき犯罪だでは穴山は鳥沢に殺されたのですねその通り穴山はまさに鳥沢の関係に落ちたのじゃで 穴山が万一をもって秘密を託したという人間は、はははは、それはわしじゃ。手塚は大きな鼻をうごめかしながら答えました。え、あなたが。わしは穴山の復讐をするとともに、鳥沢の隠している財宝を見つけようと思って、あの夜彼の緑林荘に忍び込んだが、 早くもそれに気のついた彼は先手を打ってあんな死に方をした。わしはもう少しで危ないところだった。しかし、わしは最近に彼の機械仕掛けを発見して当局者に教えておいたから、もう心配はない。では、私は少し言いよどみましたがあなたが熱心に私の弁護をしてくだすったのは必ずしも 私のためばかりではなかったのですね。そうとも誰が見ず知らずの他人のために何の利益にもならぬことに骨を折るやつがあるものか。しかし君はそんなことで幻滅を感じるのはやめた方がいい。世の中はみんなそんなものだから。ではここへ来られたのにも何かそうとも。 そう別かりが早いと話がしやすくていいわしは君の弁護に相当惚れを負ったがその代わりに君がこの場所を教えてくれたことには感謝するよええそれはどういうわけですか君はあの夜鳥沢の言った最後の言葉を覚えているだろうええ 緑の幸福と富士山の神秘といったような言葉でした彼は藤丸の上でもそんなことを言っているわしはこんなくだらない謎を解くのに3年近くかかったよ簡単なほど解きにくいのが謎だからね緑というのは青と木との混合だつまり青・木の間で富士の神秘とは 富士の裾野に青木ヶ原という千個の森林があるつまり青木ヶ原を探せということなのだまるで子供だましではありませんかいかにもそうだしかしこの謎は独立に作ったのではなく穴山を殺すために緑色に全てを塗りつぶす必要から緑の手紙を思いついて世人をごまかし 緑色の幸福を交渉したことからぜひ緑をもととして作らなければならなかったので苦しい謎しかできなかったのだろうもっとも青木ヶ原はグリュネーワールドから思いついたのかもしれぬそれで宝は見つかりましたかところがねようやく隠し場所を見つけると先刻君に見せた秘密の日記や書類みたいなものばかりで 財宝らしいものは何にも出てこないのだどうしたんでしょう誰か掘り出したのでしょうかいや天才的計画者である彼は二重の鍵を作って青木ヶ原にあると見せてさらに安全なところへ隠したのだそそれはどこですかすなわちこの家さ 彼は人知れずここに緑林草を作ってそれへ隠したのさええ私は思わず部屋の中を見回しましたもう探しても遅いよわしがちゃんと見つけたよそう言って手塚は大口を開いてニタニタと容話のように笑いながらいつの間に持っていたか古い皮袋のようなものを取り出して ザザラザラと床の上に焼けました。おおおびただしい緑の財宝サファイア翡翠、トーマリンアクアマリンエメラルド青オメノオ数限りない緑の宝石が紺碧の水をたたえた神秘の湖が落ちて透き通った瑠璃松を飛ばすように目の前に。 溢れちりました。